モハンマド・ジャバード・ザリーフ・ホンサーリは、イランの外交官。現外相、元国連大使。イラン国際関係研究院、テヘラン大学客員教授。1990年代以降、外相顧問、同上級顧問、ホーム、国際関係担当外務副大臣、文明館の対話に関する国連賢人会議員、国連軍宿委員会委員長、 グローバルガバナンスに関する県人会議員、イスラーム自由大学外務担当副学長などを歴任した。アメリカのニューリーパブリック氏によると、ザリーフはテヘランの裕福で、経験で、政治的には保守的な商家に生まれた。父はイスファハーンを代表する商人で、母もまたテヘランで非常に有名な商人の娘であった。 私立の宗教学校であるアラビー校で学んだ。両親は子供のザリーフがテレビやラジオ、新聞に接することを認めなかった。その代わりにアリー・シャリー・アティやサマド・ベフランギーの本を読み革命思想に触れた。17歳の時、ザリーフはアメリカ合衆国に渡りカリフォルニア州サンフランシスコにある私立高校ドルースクールに入学した。それから、 サンフランシスコ州立大学に進み、1981年に学士号、1982年に修士号をいずれも国際関係論で取得した。その後もデンバー大学、ジョゼフ・コーベル国際研究大学院で学業を続け、1984年に国際関係論で2つ目の修士号を、1988年に国際法。 政策論で博士号をそれぞれ取得した。博士論文の題名は国際法及び政策における自衛であった。ジョゼフ・コーベル国際研究大学院でザリーフの論文の主査を担当したロムローはザリーフについて私がこれまで教えてきた生徒の中でも最高の部類に入ると述べている。ザリーフを教え同じくその論文の審査を行ったベッドナンダも 教室の中では優秀な学生だった。私は彼が母国の暮らしに重要な役割を果たすだろうと思ったと回想している。国連大使時代のザリーフ1982年5月、ザリーフはイランの国際連合代表部職員に任命された。外交官としての経験よりも英会話の能力やアメリカとの関係を見込まれての起用であった。 新米の外交官として、ザリーフはレバノンで親イラン派の武装集団に拘束されているアメリカ人の人質の解放交渉に当たった。当時のアメリカがイランに相互親善のサインを送ることはなかったが、ザリーフは両国関係の改善に努力し続けた。2000年には世界人種主義会議のアジア準備会合の議長や国連軍縮委員会の委員長を務めた。テヘラン大学で 国際法の教授にも就任した。2010年から2012年には、イスラーム自由大学の外務担当副学長を、アブドラージャースビー学長のもとで務めた。また、イラン国際関係ジャーナルやイラン外交政策などの、数多くの学術雑誌の編集委員にも名を連ね、軍縮や人権、国際法、地域紛争などの広範囲なテーマで論文を、執筆した。 2002年から2007年までザリーフはイランの国連大使であった。国連大使としてザリーフは大きな取引と呼ばれる計画の進展に密接に関与した。これは2003年にアメリカとイランの間に横たわる主だった問題を解決するために策定された計画である。ジョゼフ・バイデンやチャック・ヘーゲルなどアメリカの大物政治家とも私的な会合を持った。 2007年7月6日に退任し、公認にはモハンマド・ハザーイがついた。2008年11月18日にザリーフはイラン政府を転覆させるためにアメリカがイラン人の利感策を企んでいると主張した。ザリーフはイランにおいてビロード革命という概念は根拠のない恐怖と考えられるべきではないと述べた。ウィーンのコーブルク宮殿で ジョン・ケリー米国務長官と会談するザリーフ2013年7月23日、ハサン・ロー・ハーニー時期大統領が外相にザリーフを選任したとの報道が流れた。その後、8月4日にロー・ハーニーが国会にザリーフを正式に推薦したことで、初めてこの報道が裏付けられた。この人事は国会で承認され、ザリーフはアリー・アクバル・サアー・レヒーの公認の外相となった。 外相として、ザリーフは、イランの核開発問題に関する6カ国協議を主導した。その結果、2015年7月14日に、包括的共同産業計画が採択され、2016年1月16日には、イランへの経済制裁が解除された。2016年、イランが、アメリカ兵10人を拘束した際には、アメリカのケリー国務長官と解放に向け、 ホットラインで会談を行い、短時間で問題を集結させた。2017年8月5日に発足した第二次、ローハーニー政権でも引き続き外相を務める人事案が国会に提示され留任した。2018年5月、アメリカのイラン核合意離脱を受け、中華人民共和国に始まる核合意当事国を歴訪するなど対応に追われた。アメリカによる 経済制裁が再開されたことで、イラン経済は苦境に陥り、核合意は失敗であったとして、合意を主導したザリーフの外相辞任要求が議会から紛失し、2019年2月25日、外相を辞任する意向を表明したが、翌26日に、ローハーニー大統領が辞任を却下。27日にザリーフも辞意を撤回した。 2019年5月15日から17日、日本を訪問。安倍晋三首相、河野太郎外相らと会談を行った。2019年6月13日、イランの最高指導者、アリー・ハーメネイー氏と安倍首相が会談している最中で起きた、ホルムズ海峡近くでの日本のタンカーへの攻撃に懸念を表明して対話を訴えた。14日、アメリカが、 イランの犯行として非難していることに対しては、自らがたびたび主張している B チームによるものと述べた。20日、イスラム革命防衛隊が米軍の無人偵察機を撃墜した際はアメリカによる領空侵犯を主張した。2019年8月、アメリカの経済制裁対象に指定され、ホワイトハウスからの招待を自らが断ったことを明かした。 寄婚で米国生まれの一男一女がいる妻とは1979年の夏にザリーフの妹を介して知り合ったイランで結婚したがその数週間後にイラン革命のためニューヨークに渡ったペルシャ語に加えて英語も堪能であるザリーフはイラン国内で高い評判と人気を得ている2016年3月に 情報世論ソリューションズ社が行った世論調査では、支持76%、不支持7%と政治家の中では最も人気が高かった。外国のメディアに登場する機会は少ないが、2018年8月19日、アメリカがイランの核合意から離脱した際には、CNN のインタビューに応じ、留学時代に培った流暢な英語を駆使して、ドナルド・トランプ大統領を批判している。 ありがとうございます。